生ファラーのデカチャンネル。デカチャンネル。デカちゃん。喉が飛びました石川です。でかいです東です。お願いします。お願いします。今日はボードゲームやっていきます。やった。ゴールドハンティング。いいね。二人をですね、全くルールもわからないんですけど、はい、ちょっと今日ゲームマスターいるんで、はい、誰ですか？すいません、角刈りチャンネルの石工です。角刈りチャンネルって何やねん。よろしくお願いします。すいません。はい、それではゲームの説明をしていきましょう。はい、はい、ゴールドハンティングは金の採掘を争う二人用のゲームです。はい、はい。競争はゴールドマウンテンの準備から始まります。はい。相手を惑わすように金を積み上げたらスタート、はい、交代で相手の山から金を採掘していき最後に数の多い方が勝利します。なるほど、とりあえず金を奪い合うんや。そうですね、うん、はい、じゃあ一回並べましょうか。ついたて、つ、はい、いたてがありますよね、中にロック完了。何してんねんうわ、出えへんなった。あ、言ったよ。終わり。言ったやんじゃないやん。終わり。はい、ゴールドハンティング以上です。立てた。そのついたてを2人の間に立ててください。はい、はい、ほんで、そのなんかコマ、コップみたいなのありますよね。金ですか。はい、それを一回全部出してください。なるほど。え、もうなんかくっついてんのもあんねんけど。はいはい、それが3、いわゆる3個の、3金コマですね。これが3金コマ、はい、が4つなんで2個ずつ分けましょうか。で、2金コマが8つなんで、はい、4つずつですね、はい、ちょっと止めてくれる。 で、1金コマも4つずつ。1金コマも4つずつ、 つずつ、はい、はい、それで分けますよね、はい、はい、そして、あ、そのあれも、山のやつもそれも、これですか、はい、それも、それは分けれますよね。これは3つに取れます、はい、それじゃあ取りましょう。おー、1、2、3になってます、うん、で1、2、そこまでできたら、はい、向かい合って座り、ついたてを立てますよね、はい、相手に見せないように、はい、自分の金駒を自由な組み合わせで積み上げ、はい、自分の積み上げてください、はい、組み合わせ。こっち見たら見えんのや。わかんよ、そんな見ないでください、こちらは。積み上げたらいい。はい、自分の相手に見せないように自分の金駒を自由な組み合わせで積み上げ、4つの山を作ってください。4つの山を、はい、4つの山を作ってください。組み合わせは自由ですからね。とりあえず4つの山を作ってくださいね。だから3個を2連で6個にしてもいいですし、はい、っていう自由な、とりあえず4つの山を作り上げた人はこちらに向かって、あ、こっちに向かないでくださいね。変顔してください。じゃあ結構むずいっすね、積み上げんの。できたらじゃあ変顔で教えてください。こっち、なんかバレそうやな。あ、いいですね、石川さんが変顔でできましたということで。あー、できた。さあ、素晴らしいです、はい、じゃあ顔を戻してください。はい、はい、それでこれをゴールドマウンテンと呼びます。おー、はい、ゴールドマウンテン、はい、ゴールドマウンテンはそれぞれ2センチほど間隔を空けておきます。すいません、先に言わなくてちょっとすいません。で、お互いに4つのゴールドマウンテンができたことを確認したらついたてを取り箱にしまいます。え、何、ついたてもういらんの。一回やってみますか。やっ、これもうついたてを取って箱にしまいます。はい、はい、で、じゃんけんで勝ったプレイヤーから始めて交互に 手番を行います。はい、自分の手番ではまず3金、2金、1金のいずれかを宣言し、はい、相手のゴールドマウンテンの一番上の金駒を掴んで持ち上げます。あ、なるほど。どの山の金駒を選ぶかは自由です。じゃあじゃんけんしてください。まず最初はグー、じゃんけん、ほい。じゃあ東さんは1金か2金か3金かを宣言してそれをつまみ上げてください。ちょっといいですか。わかりやすいねんけど、あ、それバレたらあかんのや。そうですね。あ、ちょっと待って、俺、まあ、一応ちょっと一回練習で。俺絶対1金やん。いや、わからない。わかんないですよ。1金おー、はい、ということで
そう、バレたらあかんねん。ちょ待って、これバレバレやねんけど。俺ただ乗っけたらいいだけと思ってたんけど。で、持ち上げた金駒が宣言した数と同じだった時は再成功です。その金を獲得し、自分の手元に置きます。はい、手元に、はい、ちょっともう一回やりたい。で、宣言した数とちょっとダメです、一回練習だけ、まあ練習、はい、宣言した数と異なる金駒だった時は採掘失敗です。はい、はい、その金駒は箱に戻しますよ。じゃあ箱を置いておきますか。これをお互い繰り返してプレイヤーは より多くの金駒を獲得したを目指します。はい、獲得した金庫が手元に。なるほどね。だからここのこう立てた時のやつのバレへんようにする。なるほどね。はい、じゃあ俺行きます。はい、1金どうぞ。あー2金です。じゃあこれ、はい、じゃあ、あ、そういうこと。お前むずいやろ、やれよ、来いよ。1金あー、ちょっと待ってくださいね。でゲームが進み2金以上獲得すると、はい、誤破産の危険性が出てきます。え、どういうこと？採掘失敗の時持ち上げていた金駒の数が全てに、あ、すでに手元に獲得していた金の数より少なかった時、獲得していた金は全て箱に戻す。なるほど、あ、なるほど。やっぱこっから失敗したら、うん、これがなくなる可能性があるね。うん、お前だから誤破産の可能性。なんなん誤破産。そうですね、誤破産。破産でええやん。はい、まあそれはさすがに謙譲語で、はい、その代わり持ち上げた金庫は手元に獲得してゲームを続けます。はい、なるほど。だからもう一回いけると。例を言いますね。はい、5金を獲得しています。はい、自分の番で3金を宣言しましたが、持ち上げたのは2金の駒で失敗しました。うん、手元の5金は箱に戻し、その代わり今持ち上げた2金も手元に置きます。あ、なるほど。失敗してもそれは戻せると、自分の手元に、うん、もらえんのや。ただ自分の積み上げたやつは箱に。なるほど。はい、じゃあ次どっちですか。東終わったのか。俺は。下から覗き込む。ほんで、なんか石川さん1個逆になってないな。ちゃうで、ほぼ逆やねん。めっちゃ逆やねん、これ。ほぼ逆やねん。これな、はい、俺なんでかって言ったらな。あ、そういうことか。これ全部逆に置いてんのよ。なんか、これを見て、俺。なるほどね。なるほどね。逆に置くっていう技。逆に置くって技もあるわ。あ、わざとね。どうしますか。な、わかりづらい、これ。めっちゃわかりづらい。1金、1金。はい、1金どうぞ。あはー、めっちゃ3金や。めっちゃ1金みたいな3金や。ほんまや、1個、めっちゃむずいわ、これ。これ見て。これ、めっちゃ1金に見えへん。これずるいわ。こんなんあんの。なるほどね。はい、東さんが優勝です。そういうむずさや。じゃあ見て、これ分からへん、俺の。分かるって、これ。じゃあやってみや。これ1金やって、1金。ほら。おさあ、ここで新しいルールを。ゴールドラッシュに挑戦するというやつもあります。何ですか、それ。ゲーム中に1回だけ、ゴールドラッシュに挑戦できます。はい、自分の手番に、自分の手番の最初に、自分のゴールドラッシュマーカーを表にして。あ、ゴールドラッシュマーカーを表にして、表にして、その数字を宣言して相手のゴールドマウンテンの金駒を持ち上げます。うん、採掘成功だった時はマーカーを表にしたままゲームの終了まで保持し、あ、得点計算の時にこれを2金の、うん、2金として加算します。なるほど。うん、獲得した金駒は通常通り手元に積みます。失敗だった時はマーカーを、箱に戻し、金の処理を通常通り行います。うん、なるほど。じゃあ1回どうやんの。いや、1枚ちょっと取ってみる。うん、で、自分を見ていいのよな。うん、うん、で、やから1とかやったら1取るときにこれ発動したら、で、成功したら、うん、で、ゴールドラッシュに自分の手番の初めに自分のゴールドラッシュマーカーを表にして、その数字を宣言して相手のゴールド、うん、うん、なるほどな。2として扱う。確定の時じゃない。確定の時。確定の時に使って、相手のやつを成功したら、あ、だからその得点になるんだ。それはだから箱に戻さなくていいやつなんだ。なるほど。じゃあ今、東か次。俺次。うん。2金。めっちゃ強いな。じゃあ全成功すんの、この積み方的に。こっからむずいぞ、でも石川のやつ。2金。うわー!1金
いやー。ゼロ個なんですか、ね、やばい。マジでむずいねんけど。三金。おお、やばい、めっちゃ強い。あずまさん、でも次失敗したらそれ一回なくなるから。そうか。じゃあ俺な、これな、まあいいわ、まあいいわ。まあいいわ。じゃあ行きます。てか、その、箱に入ってる今宣言したやつあるじゃないですか。うん、だかそれはないってことやから、うん、それも計算上引いて、確率論で分かるじゃないですか。ああ。だから三金が何個や？三金2個。2個でしょ。二金が8個、1金も8個。だから4つ。2444。それも覚えとかなきゃいけないですね、だから。2金。お三金やん。三金やん。全然やん。やばい、石川さん弱すぎ。お前ルール知ってたやろ。これ。知らないし。お前釣り方でもさ、なんとなくわかるやん。お前ルール知ってたやろ。俺 A 型やから本で。あんなん許されへん。三金。三でしょ。ああ。失敗なんで、それを二金を戻してあと全部箱です。2金はこっち、はい、で、あと10万で、これが5波さん、はい、そうです。やっぱもったいない5波さんです。来た2金。いやー、2金。おー、同点や。おお、なるほどね。一気に同点。じゃあ1金。そうですね、さすがにです。2金。あー、じゃあ失敗したんです。それはそうですね。じゃあゴールドラッシュ。おお、来た。3です、僕。3金。うわ、強っ。じゃあそれマーカーはもう絶対ですね。はい、2としてチャージね。1金。はい、それ隠してやもん。あ、そっち攻める。そっち攻める。こいつエグギャンブラーや。メズやろ。メズ。あんま2金やって。違う、それあ、でも有利になるのか。それ2金今失敗して1金戻して2金やから。あ、そうや、増えた。あ、そうなんだ。なんかこれ相当頭使うかも。ちゃうやん。え、2個以上ないから。あ、そっかそっか。じゃあ2金。うん、勝ちやん。2金。2金。はい、はい、1金。あ、これ捕まえてた。あー、やばい。もったいね。もったいね。ということで、東さんが3、4、5、6、7、8、9、10、13です。13金。5金だ。まあこれ練習なんでね、はい、だから積み上げるのも心理戦かもしれないです、最初の段階で。そうや、どうする、そんな積み方見たことないみたいな、うん、やる。もう一回、もう一回やりましょうか、うん、なるほどね。なんかすいません、はい、なんか積みにくいんですけど、ケツがなんか、なんかケツが積みにくいです。出っ張ってる。置いてみて。ほんまや。置いてみて。こんなんなります。ほんまや。クッション置くか。ちょっとまだ今積んでますからね。積んでます？はい。なんか凝ってせえな。はい、やってみましょう。はい、じゃあオープン。お前なんかやってんな。何が何が積み上げただけやねん。はいはいはい、なるほどね。積み上げただけやねんけど、はい、じゃあ先行後攻決めて、最初はグーじゃんけん、ほい、はいはい、3金。ああ、これ1金です。あ、これが1金やったから墓地に行きます。はい、墓地に除外でございます、はいはい、じゃあ行きましょうか。2金。はい、おお、これ2金持ちです。2金。はいはい、おお、次俺失敗したらこの2金が除外されちゃうんで絶対当てたい。1金。3金。
こうなるのか。うん。はい。3だよ。遅っ。青の遅っ。珍しい青の遅いやつ。あ、パンツ覗きみたいな感じで行ったらいいってことか。オッケー、一金。覗き完了。くそ。二金でした。ほんまむずいこれ意外と。じゃあ一金。一金ですわ。二金。ああ三だ。三金。やねんこのゲーム。え、じゃあこれも。二金もなくなるの。二金。あ、これなんか見てなかった。ゴールドラッシュ。お、三金。三金。ふざけんなよ。ゴールドラッシュ失敗。ふざけんなよ。だいぶ恥ずかしい。これでどうなの？ゴールドラッシュ失敗したら。なくなって。なくなって。これもなくなる。それもなくなる。なにこれ。一金。二金や。マジかよ。え、これ残るんじゃなかったっけ？全部なくなるのか。もう失敗してるからなくなるんじゃない？あ、そうなの。一金。あ、待てよ、これ3だ。これ3金や。3金。3金や、これ。おっしゃ。やばい。3金取られた。さすがに取らないか。2金。あ、ゴールドラッシュ2金。タンバカ出て、なんやねんこいつ。クソだよ。マジむずいねんけど。え、それありえる？超。なんもない。ここむずいね。むず。クソ。どっちの何かどっちかわからない。これめっちゃむずいわこのゲーム。俺はこれを失いたくないから、くそ、大量生産いくか。見えた。一金。よし。お。こいつ。それマジマジマジンが？マジマジマジンがいっちゃいます。三金。よっしゃよっしゃこれむず。一金。まあ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 、それはな。一回失敗してみまして。二金。二金。よっしゃ。同点。これ全部取られたらやばいな。1、2、3、4、5、6。なるほど。一金。やってみる。よっしゃ。全部なくなってこれもやんな。え、こんな破産した。ご破産です、これは。いわゆるご破産した。二金。はい、はい、ご破産して。負けた。二金、二金、二金。よっしゃ。最一金。もうへい、うるれ、うるれ。ザコ、ザコドリル、ザコドリル、ザコ。はい、ゴールドマン。めっちゃむずいわ。ゴールドマン誕生。ザコドリーム、ザコドリーム。どっか行け。お花畑ザコ。どっか行け。ゴールドラッシュでした。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価。
よろしくお願いします。